皆さんこんにちは、おっさんの棒読みニュースです。今回は韓国のメディアが報じた英国のアジア関与に関するニュースを2本紹介するね。1本目のニュースは、日英同盟が119年ぶりに復活するんじゃないかって話で、2本目はクアッドに韓国ではなく英国が参加することになる可能性があるって話になるよ。ニュースの時系列的には、2本目が先に報道されたので、多少話が前後するところもあるんだけど、インド太平洋戦略における、韓国の存在についてが両ニュースのポイントになるので、ご理解願います。それじゃ、ニュースを確認していきましょう。英日同盟が119年ぶりに復活か。中国牽制で力を合わせよう。119年前に同盟を結んでいた日本と英国が、このところ急接近し、準同盟、関係へと発展しつつある。1902年にロシアの南下を防ぐ目的で同盟国となった両国が、最近は中国牽制と経済的な理由を媒介として、結びつく雰囲気にある。日本は対中関係のための優遇獲得、英国はブレグジット、英国の欧州連合、EU 離脱、後の国際的影響力の挽回で利害関係が一致した、という解釈がなされている。英国と日本は3日、テレビ会議形式で行われた外務、防衛トップ会談、2プラス2、で、英国が今年インド太平洋地域に、空母、クイーンエリザベス、機動部隊を派遣する際、自衛隊と共同訓練を行うことで合意した。中国が海警局の権限を大幅に強化する海警法を、1日から施行していることに反対する立場も表明した。英国のドミニク・ラーブ外相は、国際法に基づいた海洋秩序維持と、航行の自由が重要だとして中国を牽制した。日本メディアは4日、南シナ海、東シナ海で軍事力を増強している中国を牽制するため、両国が協力を強化していると分析した。読売新聞は同日、両国はこれまで軍事協力のための協定締結や共同訓練を繰り返し、準同盟国化を進めてきた、と評価した。これに先立ち、ボリス・ジョンソン英首相は先月、英国人に巨大な経済的利益をもたらしてくれる、新たなパートナーシップを構築する、として、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定、CPTPP、加入を申請すると発表した。CPTPP は米国が脱退した後、日本が主導している多国間協定だ。日英同盟、復活、は、英国がまず主導した。英国のキャメロン政権は2015年から、日本がオーストラリア、ニュージーランドのように、価値観を共有する国、であるとして、戦後初めて手を差し伸べた。中国牽制のため欧州諸国の支援を必要とする日本は、英国の手をしっかりと掴んだ。同年、両国は2プラス2会議を初めて開催し、安全保障、経済面で協力することとした。2018年には、日本国内で初めて英国軍が共同訓練を実施した。英国軍が国連制裁に伴う北朝鮮船舶への監視活動に参加したのも、この時からだ。英国は EU 離脱決定の後、アジア回帰を決定し、日本との関係を格上げしている。昨年両国はコロナ問題の中でも、経済連携協定、EPA、を締結した。両国が重要な多国間協力体へとお互いを引き入れ、支援する現象も目に留まる。日本は、中国に対抗する米日豪印4カ国の安全保障協力体、クアッド、が、英国を含めて、クインテット、5人組、に拡大することを指示している。英国は、米、か、豪及びニュージーランドと機密情報を共有する。ファイブアイズに所属しているが、ここに日本が参加して、シックスアイズに改編されることを望んでいる。この過程で両国は、19世紀から友好関係を結んできた歴史も強調している。
英国は1868年に成立した明治政府を世界で初めて承認したことで、日本が国際社会にデビューすることを助けた。1902年に結んだ日英同盟は、日本が1905年の日露戦争で勝利を収め、1910年に韓国を植民地化する土台となった。日本は日英同盟を結んだ後、アジアの英国、と呼ばれながら発展した。自動車の運転席が右側にあって左側通行なのも、英国の分物を導入したからだ。日英同盟は第一次世界大戦後にひびが入り始め、1923年に破棄された。再び始まる英国と日本の新たな協力は、北東アジア情勢にかなりの影響を及ぼすだろうとの見方が浮上している。米、クアッドに韓国ではなく、英国を参加させる意向。米ホワイトハウスのサリバン国家安保補佐官が、日本、オーストラリア、インドなど4カ国が参加する他者安保協議体、クアッド、について、インド太平洋政策の土台になるだろう、として、もっと発展させたい、との考えを示した。このような中でクアッドへの参加に消極的な韓国の代わりに、昨年欧州連合、EU、と決別した英国が、これに参加する可能性が浮上している。クアッドが、クインテット、5人組に拡大改編した場合、自由、民主陣営における韓国の立場が一層弱まるとの見方も出ている。サリバン補佐官は29日に、米国平和研究所主催で開催された遠隔会議に出席した際、クアッドについて、インド太平洋地域において、実質的な米国の政策を構築していく根本的な基盤だと考えている、と述べた。この会議でオブライエン元安保補佐官は、中国に対抗して同盟国と協力できるのは嬉しいことだが、とりわけクアッドがそうだ。おそらく我々が NATO、北大西洋条約機構、以降に構築した、最も重要な関係になるだろう、と期待を示した。この発言を受けてサリバン補佐官は、私は本当にこのフォーマットとメカニズムを継承し、発展させたいと考えている、と歩調を合わせた。2019年に結成されたクアッドは、米国によるインド太平洋戦略と、中国牽制の最も中心に位置している。単なる外交政策のための会談という次元を超え、昨年12月には合同軍事演習まで実施し、その結束力を誇示した。米国は韓国に対しても名指しで参加を求めるなど圧力を加えてきたが、韓国政府は、カン・ギョンファ外交部長官が、特定の国、中国、の利益を排除するのは良いアイデアではない、として参加の決定を保留してきた。トランプ政権の政策否定、ABT、に力を入れるバイデン政権だが、クアッドだけは継承、拡大、発展を宣言しただけに、韓国に対する圧力も今後さらに強まると予想されている。このような中で、米国の伝統的な友好である英国が、クアッドに加わる可能性が浮上したのだ。日本の毎日新聞は31日、香港問題などを受け、英国の保守派からアジアへの関与拡大を求める声が高まっている、と伝えた。英国の日刊紙、デイリーテレグラムは28日、中国に対抗するため英国が、アジア版 NATO、クアッド、に参加する可能性、という見出しの記事を掲載した。英国のジョンソン首相がインドを訪問する際に、クアッド参加問題を議題とし、協議を行う可能性もあるという。英国がクアッドに参加する可能性は、昨年以降ずっと話題に上っていた。昨年 EU から離脱した英国は、新たな活路を見出すため、アジアへの回帰を政策として推進している。米国や日本との海上合同軍事演習を通じて、持続的にインド太平洋地域への関心を示し、先月には日本との合同軍事訓練に、最新鋭空母、クイーンエリザベス、を参加させる可能性があるとも報じられた。毎日新聞は英国のクアッド参加の背景について、アジアのツァーリ、皇帝、
と呼ばれる、米ホワイトハウスのキャンベル、インド太平洋調整官の構想に基づくもの、と分析している。キャンベル調整官は、これまでメディアへの寄稿などを通じ、クアッド参加国を新たに加える、いわゆる、クアッドプラス政策、を強調してきた。英国は昨年5月、対中協力に向けたいわゆる、民主主義10カ国、D10、構想、を呼びかけるなど、共通の価値観に基づく連帯に、積極的な関心を示してきた。そのため韓国の外交関係者の間からは、韓国が除外された状態でのクアッド拡大、改編、に対する懸念の声も出ている。ある外交筋は、民主主義と反中国を基盤とした再編に、韓国だけが阻害される形が演出されるかもしれない、とした上で、クアッドへの参加を決めるか、あるいは参加しないのであれば、米中双方が納得できる原則でも立てて説得すべきだ、と訴えた。ってことで、北との関係改善を国政の中心課題としているため、北と良好な関係を持っている中国との関係を重視している韓国は、すでに各国から自由、民主主義の価値を共有していない、とみなされているんだけど、どうするつもりなんだろうね？バイデン政権になれば、米国は北との対話重視で、段階的な制裁解除の方向に舵を切り、中国への圧力を弱め、クアッドは立ち消えになると踏んでたみたいだけど、韓国が思い描いていたバラ色の未来は、全部裏目に出ているよね。韓国が望む北への援助や戦時作戦統制権の転換、源泉保有、核兵器開発は、米韓同盟破棄、中国を後ろ盾とすれば、もしかしたら願いが叶うかもしれないね。ただ、自由主義陣営の一員でなくなった韓国に、中国がどれだけの価値を認めるのかは、知らんけど。最後まで見てくれてどうもありがとう。高評価、チャンネル登録お願いします。